裏世界ピクニックは、宮沢よりによる日本の小説。早川文庫 JA より2017年2月から、観光。ストルガツキー兄弟のストーカーを意識した作品で、理解の及ばない、異世界でのお宝探索というコンセプトに、インターネット上でルフされる、実話怪談をモチーフに組み込んでいる。2021年3月時点で、 電子版を含めたシリーズ累計発行部数は50万部を突破している。登場キャラクターの造形にはユリが意識されている。廃屋内の扉から裏世界を発見した神輿空魚はクネクネを目撃し命を失う危機に陥り、西がトリコに助け出される。後日、大学を訪ねてきた鳥の子に裏世界の探索に協力してほしいと壊れ、共に 裏世界を調査することとなる。声の甲は、テレビアニメ版の声優。水野英太の作画で、月刊少年ガンガンにて2018年3月号から連載。単行本巻末には、宮沢よりによる書き下ろし短編小説を収録している。2021年1月4日から3月22日まで、ATX 他にて放送された。 裏世界特別活動報告と題して2020年12月13日からアニメ公式サイトより配信中。出演は花森ゆみりと血の愛。ありがとうございます。